はいどうも、ミタです。皆さんご存知の方多いと思いますが、ホークスのデニス・サファテ選手が自身の Facebook で引退を示唆する内容の文章を投稿しました。要約しますと、20年プロ野球選手としてプレーしてきたが、すでに最後の試合は終えた。2018年に手術を受けた後、すぐ復帰できると思ったが、11度の注射、数え切れないリハビリの日々、そして新たに再手術が必要なことが分かって本当にショックだった。しかし20年もプロ野球選手という最高の仕事ができて本当に良かった。神様がアメリカで10年、そして第二の故郷日本でプレーさせてくれたことをとても感謝しています。とても日本が恋しくなると思いますと。そしてあとは長年応援してくれたプロ野球のファンと奥さんへの感謝が綴られていました。まあとうとう来たかって感じですよね。2018年にね6試合登板したのを最後に、まあそこから股関節の怪我をして、今に至るまで一度も一軍公式戦での登板はありませんでした。まあ股関節の怪我だったんでね、杉内さんの例もありますし、まあもうもしかしたら復帰は厳しいんじゃないかって思っている部分は少なからずありましたし、まあそう思うホークスファンの方も結構いたんじゃないかなと思います。それとね、最近ネットニュースで股関節の状態が悪くて、もう日常生活ですらね支障をきたすレベルだと知りまして、それでねなおさらもう今年で引退するんじゃないかなっていう気はなんとなくしておりました。ほんとね、150キロ後半を連発していたストレートも近年のオープン戦では140台中盤ほどにまで落ちてしまっていましたが、まあ、それでも抑えるには抑えてたんで、もしかしたらねもう一度チームの公式戦のマウンドで投げるサファテが見れるんじゃないかなって期待していただきにね、やっぱちょっと寂しいですよね。まあそれでも仕方ないなとは思います。ほんとサファテ大先生はね、歴代の日本の抑えの中でも本当に最強クラスだったと思います。最初はカープから始まり西武、そして最後はホークスへとやってきたサファテ。通算成績は427登板、27勝20敗、防御率 1.57、 48ホールド、そして234セーブという成績でございました。改めてもうとんでもない数字ですよね。特にねもう通算防御率が 1.57 っていうのは本当に異次元な数字だと思います。各年度も振り返っていきましょう。それがこちら。どの年もえげつないですが、やはり目を引くのはね2017年ですよね。66試合66登板2勝2敗54セーブ、そして防御率 1.09 と。でこの1シーズン54セーブはね日本記録でしたね。マジでこの年のサファテはね、出てきたら勝ちを確信するレベルのピッチャーでしたよね。ストレートでバンバン空振り三振を奪い、豪快に試合を締める姿は本当にかっこよかったです。そしてやっぱり記憶に残ってるのが2017年、横浜との日本シリーズ第6戦のもう魂の3イニングですよね。普段1イニングしか投げないサファテが3イニングですよ。3倍ですよ。あのサファテの魂の投球があったからこそ、あの年ホークスは日本一になれたと言っても本当過言じゃないと思います。日本プロ野球で獲得したタイトルはセーブ王3回、リーグ MVP1 回、月間 MVP2 回、日本シリーズでの MVP1 回、そして日本プロ野球の発展に大きく貢献した選手に贈られる正力松太郎賞を外国人で初めて受賞するなどね、まごうことなくレジェンドと呼ぶにふさわしい選手でした。本当にサファテ選手はね、ホークス黄金期を支えてくれた最高の選手だなと思います。2019年から結んだ3年20億の契約もまだ残ってますし、ホークス公式からの発表もまだなんで、ちょっと何とも言えませんがね、もしこのまま引退するのであれば、ぜひホークスはね、サファテの引退試合を用意してあげてほしいなと思います。キングオブクローザー、デニス・サファテ選手、本当にありがとうございました。本当にお疲れ様でした。皆さんもぜひ、サファテへの関心であったり、まあ、いろんな思いが本当にあると思うんで、ぜひコメント欄で書いてみてください。最後まで見てくれてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後。